おいす、こんにちは、おめるです。はい、ということで、運営頭おかしすぎるということで、やっていこうと思います。はい。最新情報ですね。今日ね、今ちょっともう遅い時間ですけども、今日、鬼滅の、刀鍛冶からの、柱稽古編へというところでね、劇場版みたいな感じ。まあ、一応映画で、なんて言うんだろう。なんて言ったらいいの、あれは。先行公開みたいな。まあ、冒頭2話分見れますよ、みたいな。多分、また春にスタートするんでしょうけど。いや、でもね、結構良かったな。なんか思ったのと違って良かった。すごく良かった。アニオリ編、アニオリだよな、あれ。うん。アニオリが入ったんすよね、冒頭つうか。まあ、柱稽古編のね。はい。ということで。いやー、まさかあれが見れるとはって感じでしたね。はい。うわ、見れたわーって感じだったね。うわ、それ先行で見せてくれるんですかみたいな。ということで、まあ、鬼滅は関係ないですね。また来たらいいねと、柱稽古来るんで柱たちがね、ワンチャン実装されないかなみたいな感じですけど、まあ、もはやもうそこまで行くんなら最後まで行ってコラボしてほしいみたいなところはありますが。はい。でですね、ちょっとまあいろいろ明らかになったところもあって、おやおやもあるんですよね。おやおやもあったりするんですけど、まあ、まず、このツイッターで更新されてる内容、ドラゴンタイプモンスター能力調整が公開されましたよっていう感じです。まあ、これはちょっと深く触れると時間がかかりますので、まあ、ダブルキラー武器とか、やっぱこのスミレ系統とかカエデとかはね、同じキラーを2種持ってますね、と言った感じ。あ、カンナもね、神キラー2個持ってますね。僕もパッとしか見てないんでね、あ、サツキマシンキラー2個だって、もうね、修羅崩壊ですね。で、まあ、この点はちょっと、おのおので確認していただければいいんじゃないかなと思いますが。はい。でですね、バレンタインのイベント来ます。2月5日から。まあまあまあ、あらかた予想通りな感じです。ここの動きは。2月はね、ただね、魔法石マジで温存しとった方がいいですよ。本当に。これは多分もう皆さんわかってる。パズドラ、今年始めましたみたいな人はあれかもしれないですけど、2月は周年です。パズドラ。2月20日。ぐらいです。はい。20日だったか21日だったか、20日だったと思うんですけど、違ったらごめんなさい。で、まあ、そこで何かしらのコラボがほぼ100発表されます。しかも、新規の可能性がめちゃんこ高いです。ちょっとコラボ予想はね、もう一個ね、これ来そうだなっていうのがあってね、それまた別の動画で言いますね。で、新規がおそらく2月26の来週の月曜、もしくはもう発表のその週末の金曜からスタートみたいな、あると思うんですよ。なので、そこまではね、一旦温存しといた方がいいかなって思いますよ。はい。ということで、新キャラはまあこんな感じですね。最初に紹介された、5体ですかね。って感じになってます。既存強化はちょっとこの動画では見ません。でね、ちょっと、ノアの性能を一緒に見ていこうって感じですね。これじゃないですね。こっちかな。はい。ノアですね。何も別に変わったところはないです。超覚醒が明らかになりました。超覚醒、ドン！スキブプラス、まあこれはもともと見えてたかな。雲操作負荷ですね。もう頭の中にさ、鈴木正幸が流れるよね。違う、そうじゃない。もう違う、そうじゃないって感じよね、本当に。もう、いらんでしょ。え？梅さん、背の、え？え？みたいな。操作負荷雲このスキルでみたいな。え？いる？いるみたいな。ね。操作負荷されたとてずらすだけだし。雲盤面見ずともずらすだけだし。いや、違うくないみたいな。火力覚醒でしょ？ 50% 以上強化せめてもう一個つけようよみたいな。いや、え？超つなげ2個に 50% 以上強化のみ。ちょっとそれはどうみたいな。アキくんの何を学んだの？アキくんから一体何を学んだんだ運営は。また言われるよ、これ。また言われて、変えれますか運営さん。また変えます？あの過ちをまた繰り返すつもりですか？月曜までにこれで行くんですか？本当にこれで行くんですか？運営さん、聴取力って知ってる？聴取力って知ってますか運営さん。今の時代、この程度じゃ、まあ、ちょっと使いづらさ抜群です。使えないとは言えないけど、それはもちろんコロシアムとかでは使えるんですが、いや、え？もっとね、3枚ループさせたいんでしょ運営さん、これ。いろんな超重力のダンジョンを周回レベルにしたいんじゃないの？ね。ちょっとさすがに、
いらないよ、雲と操作が。え、なんか輝く場面ある？逆に僕が想定しない何かいい使い方があるこの雲と操作か。実は雲と操作かはこういうとこで使ったら強いんですみたいなのがあったら教えてほしいけど、でもノアじゃなくていいじゃん、そこを補うのね。他のサブとかで補えばいいのにって思ったりするんですけど、なんかそうじゃないそうじゃないんだよっていう感じですね。はい、リズレットはねこんな感じでした。10強あっての回復エルジェありますねと。でスキブがまあ5個にできるよって感じですね。まあまあまあ、その他はまあもう発表された通りって感じかな。聴覚性メアリス全パラありますね。さらにパラメーターがある。これ HP1 万いくんじゃないの。全パラアップで HP1 万いくかなみたいな感じですかね。武器もスキブ2個か。クビアも全パラアップあるよって感じですね。はい、ってな感じです。ちょっとまあこれはに関してはまあノアですね。ノアがんみたいな本当にみたいな感じですね。そうなっちゃいますかはい。でバレンタインのログインスタンプです。5日からですね、ガチャが全部で5回引けますかね。うん、虹メダルもあってって感じです。まあまあまあ欠かさずログインだけはしてみましょうねと言った感じですね。はい、です。で能力調整は見ません。でここですね、最初に言ったちょっと運営頭おかしくなったおかしくなっちゃったのかなみたいな感じで、欲しいフェス限定モンスターアンケート実施ということでね、何が起こるかっていうとですね、みんな強いって言ってるキャラがもう手に入ります。もう簡単に言ったらそれ、星7から8の全フェスゲンモンスターの中からみんなが欲しいモンスターをアンケート取りますよと。で、後日人気上位5体のフェス限定モンスターどれか1体を選んでもらえるチャンスが到来しますよと。アンケートは3日の土曜日なので、まあこの動画が出る頃に日付変わってると思うので本日からですね。で7、8ということで、まあ、ラインナップが、まあ、今右にちょっと例が出てますけど、まあ、言うと、アグリゲートとか、グランエルブとかも、7、8フェス限とかですよね、確かね。1、2、4、6、8、そうですね。グランエルブとかもなので、選ぶことができますよ、ということで、環境最強と呼ばれるガチャトラとかもそうかな。あの辺の環境最強リーダーと呼ばれてるキャラクターたちが、手に入っちゃいます。え？みたいな。いいの運営さん、どうしたみたいな。周年でやるべきイベントじゃない？大丈夫？支持すぼみにならない？これ今こうバコーンってこんないいことやっちゃったらね、周年で発表した情報が、あ、そんなもんかみたいな感じになりそうだけどね。ちょっと怖いけど、え、こんなことをもういいんですかみたいな。まだね、2月頭ですよみたいな。まあまずアンケートするでしょ。そしたら選んでゲットのダンジョンが来ますと。そうすると5個多分あると思うんですよ。人気のキャラのやつが5個ね、こうフロアが選ばれてて、で自分の好きなやつに潜入して、まあもうブレスとかでなんなら抜けるレベルのやつで、その後そいつがドロップするよと言った感じですね。大丈夫これ、このダンジョンは1フロアだけしかクリアできない、1フロアだけしかクリアできないから選ぶときは十分注意してねって感じですね。だからもう負が7に見えて、これ17ロアに見えるけど。で、その他は、まあ、特にいいかな。うん。12周年記念放送、あ、そういうこと？アンケート結果及びダンジョン詳細は後日予定しております。パズドラ公式放送12周年記念放送にて改めて発表しますので、それの後が来るのはそこなんだ。だからまあ、前置きで、一旦とりあえず紹介やるよって言っただけか。やるよ、アンケートはやるよ、結果に関しては周年放送で発表するよ、でその後にガチャもね実装するよって感じですね。なるほどね。まあネタにしたって感じですね、周年でやる上の。まあ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 、周年で発表してもよかった情報な気もするけどね。まあまあ、アンケート結果を多分周年で出したかったんでしょうね。うん、って感じですね。皆さんどう思います？何が1位に来るかな。やっぱグランエルブ、ガチャドラ、アグリゲートは多分1位はないと思う、僕の中で。アグリゲートはね、3、4位ぐらいに来るんならわかるし、つか、まあ、来ねえか、もう。だって交換できるようにしちゃったもんね。もう今回の件でアグリゲートを選ぶ人がいないかもしれないですね。ただまあ、
人によってはちょっと今回玉で1体2体ぐらいしか交換できないな、もう1体欲しいなみたいな人はいるかもしれないですけど、アグリゲーター多分あんま上がってこないなってなると、やっぱガチャドラグランゲルバあとはまあクロネフはどうなんだろう、そこまですごい人気があるようには見えないけど、新フェスゲンもこれ入るんだっけ、これ新フェスゲンも入るんだっけ、なんかヤマピー言ってなかったっけ、これ最新フェスゲンも対象になってます。じゃあさ、じゃあねえ、トイズ入るかな、でも1番になるかな、これもう8でしょ、2、4、6、え、じゃあさ、あれじゃんね、なんかもう、追っかけたのがね、みたいな。シーフェスゲン追っかけたのバカらしいじゃん、みたいな。ガチャ引いたやつ、バカじゃん、みたいな。まあ、そんなことはないと思うんですけど、まあ入ってくるかもわかんないしね。でもトイズはね、入ってくると思うな、リダチエン武器。これだって、いや、これ、リダチエン武器とかこんなん無料で手に入りますとやばいっすよ、正直、本当に。いや、俺は選ぶのありだと思うな、トイズ。リダチェン武器で使いそうだしな。普通に本体がうんぬんっていうよりはって感じですね。今後の環境で使っていきそうな感じがしますので、多分俺は4位、5位とか、まあ、3、4、5ぐらいに入ってくるんじゃないかなって思う、新フェスゲン。1、2はやっぱグランエルブガチャドラに取られそうな気がするけどね。はい。まあ、わかんないですね。意外なキャラが意外と、ランクインしたりするっていうのもあるので、僕の想定したいないよ。そいつみたいな。みたいなのがいたりするね。ファスカとかどうなんですか、リダチェンしますけど、右側リダチェンでファスカ持ってなくてランク上げしたい方は欲しいかもしんない。サレンヌとかって7だっけ、まあ持ってなかったら欲しいよねって感じだけど、まあ昔からやってる人は持ってそうだからな、なんとも言えないとこですね。そこはちょっと僕の認識とこの他のユーザーの方の認識がちょっと違いがあるかもしれないで、皆さんどう思います、何入れます。僕はちなみにアンケート2体選べるんだったっけ、僕はね2体ですね。僕はね、トイズは絶対選ぶ、トイズと、そうっすね、まあガチャドラかな。ガチャドラやっぱ複数いてもねいいんすよ、武器が強いから。トイズガチャドラかな、選ぶとしたらね。クロネフーもありだな、数が少ない、まだ僕の中でその辺ですね。僕多分そんなの中の2体選ぶと思いますね。で取るのはトイズです、仮にいたら。トイズ3体目になるんでここは欲しいですねっていうのはありますね。まあ嬉しいね、これは。でも慎重に考えた方がいいですね、皆さんのボックスも込みで。あんまりねリーダー目的で取らない方がいいかもしんない。長生きっていうことを考えて、武器がどうとか周回がどうとか、まあそういうランク上げがどうとか、まあそういうのがね使えるようなキャラクターを選んであげた方がまあいいかなって思うのと、あとガチャがね実装されると思うんですよ、周年記念ゴッドフェスみたいな。そこにも多分ラインナップされてるんじゃないかなって思うので、そこで引けなかったキャラクターを取ってあげるとか、そういうのがいいかなって思うんでね。ちょっとまたこれはね発表されてから、その日付とか見ながらの調整にはなるので、またね解説動画出そうかなと思いますが、ちょっとガチャとかも来たりするんで、その辺はさあ交換だっつって一気に選ばない方がいいんじゃないかなとは現状思いました。ということでね、皆さんね何に入れるつもりか、もし現段階でねこれっていうのがありましたらコメントで教えてください。はい、ということでちょっと運営が頭バグってるようなことをしてるイベントが開催されるよって感じでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。